はい、おはようございます。ラスカルでございます。僕ね、今までこう飲食店さんを皆さんね知ってもらって食べに行ってもらえたら嬉しいなと思って動画を通してね紹介をしていたんですけれども、全然やってないジャンルがあるなと。それがね、飲み屋さんでございます。まあ今ね、こんなご時世なんで、なかなかね、飲みに行くのも難しいですし、やっぱり今、飲食業界でも、飲み屋さんとかがね、一番売り上げがね、落ちてるところが多いみたいでして、こういうところをね、紹介せずに、どうすんだと。で、僕は今ね、言っちゃうけど、川崎ってところに住んでおりまして、このね、街がかなり飲み屋街なんですよ。結構ね、いいお店がいっぱいあって、僕もね、まあこうなる前は普段からね、飲み歩いてたりはしてたんですけれども、皆さんにね、僕が住んでいるこの川崎という街のいいお店を紹介できればと思います。ただ、普段とは違って、お店を決めてね、行くわけではなくて、川崎の街を練り歩いて、気になったお店に突入していきます。ということで、早速本編の方へどうぞ。はい、ということで、ただいまね、川崎駅付近に到着いたしました。いやね、まだちょっと飲み屋さんはないんですけど、この先がね、もうめちゃめちゃいっぱいあるんですよ。いいところがね。まあ、今回はね、まあ、知ってるお店というよりかは、ちょろっと歩いてみて、このお店入りたいなっていう、お店があり次第ね、撮影交渉に入ろうかと思っております。ちょっとこれ見えるかな？こんな感じ。最高じゃない？すげえ飲み屋街って感じ。ちなみに、まあ、ちょっとねお店のご迷惑ならないように早めの時間と思いまして、ただいま、17時過ぎでございます。居酒屋さんのオープンだね。はい、ということで今ねちょっと雨がえぐくてびしょびしょになっちゃってただね、まあ、その中でも気になるお店をねちょっと一軒発見したので、まあ、動画撮影交渉も含めてお店の方に行っていきたいと思います。よっこしょ、はい、あ、せい、はい、消毒のポーズ、あ、はい、はい、じゃあお聞きしたいですけど、自分食べてるところとかって動画みたいなの撮ったりしても大丈夫ですか？あ、それは大丈夫ですか？構わないです。ありがとうございます。ちょっとご迷惑ならないということで、はい、はい、ということで撮影 OK いただきましたので、早速ねお店に突入いたしました。今回お邪魔したのはこちら酒道場陣屋さんでございます。メニュー見るとね結構お肉系とか、まあ、ホルモンとかが推しっぽいですね。じゃあすいません、ただいま一発目の注文を終えました。料理来るまで待ちましょう。ということで今ね生が到着いたしましたので早速乾杯と。こちらの枝豆とお年ですね来ましたので食べていきます。いただきます。はい、ということでまず1品目がお通しのきゅうりと枝豆ですね。個人的にはおつまみに枝豆がもう大好きでして、お店にあったらまず確実に頼む打率10割のおつまみですね。ビール、枝豆、ビールとこれ繰り返してるとね、もうやめ時が分からなくて、どちらもねすぐなくなっちゃうんですよ。はい、はい、よし、はい、はい、ってことでこれ牛ホルモン到着いたしました。めっちゃうまそう。ということで2品目の牛ホルモン味噌炒めが到着でございます。いやね、この鉄板のジュージュー加減最高ですよね。味は結構濃いめの味付けになっていて、つまみにはちょうどいい。噛むごとにホルモンの旨味や野菜の甘みがね口の中にジュワーって広がるんですよ。ビールが何杯やっても足りないぐらい最高のあてでございます。あ、すいません、おはようございます。はい、ということで早々と2杯目に突入いたしました。お肉が主体で濃いめの味付けが多いので、これはねお酒進んじゃうんですよね。うまいのはいいけどちょっとね酔いすぎに注意ですね。うん、
本来ね一番最初に食べるお通しだと思うんですけど、やっぱり料理が濃いものが多いんで、途中にねこうやってさっぱりしたものを挟んだ方が僕は好きなんで、途中からね参加させていただきました。焼き鳥が到着いたしました。これお任せの10本串でございます。こちらのメニューは70円で提供されている焼き鳥の中からお任せで10本持っていただけるんですけれども、タレか塩かを選べて今回は塩をチョイスいたしました。正直ね、ちょっと酔っ払ってるからもうね何の串食べてるかよく分かっておりませんただ全て焼きたてなのでめちゃめちゃうまい、めちゃめちゃ柔らかいです。一人だったらこれでお腹いっぱいですし、複数人でもね、取り分けたりとかして、すごくね、お得なメニューですので、ぜひ伺った際には食べてみてください。ビールを飲み終えた、ここで新メニューの到着でございます。あ、はい。はい、ということで今ね、牛ハラミのたたきとこちらハムカツが到着いたしました。めっちゃうまそうハラミがね、なかなかいい感じのレアでございます。で、このね、タレにつけていただきます。あ、メニュー表にはこちらのハラミは当店名物と書いてるんですけど、このレア感がね、酒にめちゃめちゃ合います。うまい。あ、うまっ。ハムカツも、ハムカツがね、なかなか極厚。うまっ。からし付きで。ハムカツも分厚くてジューシーでめちゃくちゃ酒に合います。やっぱりこういった揚げ物は熱々のままビールでね、こうグッと流し込むのが一番最高にうまいですよね。もちろんおしゃれな料理もうまいんですけど、こういったねシンプルかつ脂っこくて味の濃いつまみがね最高ですよね。自分で言うのもねあれなんですけど、僕自身ね結構酔っ払ってもあんま顔に入れないんですよ。でも結構酔ってくからね、もうだいぶ酔ってるよ楽しいこの撮影。まあ今はねこういう時期なんで、できる限り早くお店を体験しようと思っていて、だいたいね20分ぐらいでもう3杯弱ぐらい飲んでるんですけど、オーバーペースすぎてまあまあほろ酔いになってきました。普段の撮影であればこういうことってまずないので、いやね、今日の撮影めちゃめちゃ楽しい今こちらのニンニク揚げ到着いたしました。めっちゃうまそう。いい香りすんな。うまいね。今ね、こちらのスルメイカの肝へ到着いたしました。これがね、スルメイカの肝へでございます。あ、うまっ。今ね、陣屋さんの一番人気のメニューみたいなんですけど、もつ煮込みで到着いたしました。あ、うまっ。こちらの牛もつ煮込みは陣屋さんでもねナンバーワンに人気のメニューみたいでして、若干ねホルモンの臭みもまだ残っていたり、柔らかさもね結構コリコリ食感が残っているタイプなので、好き嫌いは分かれるメニューだと思うんですけど、これ酒好きには絶対にたまらない一品だと思います。やっぱり酒飲む時には食材の癖がね少し残ってるぐらいが一番うまい。いやーでもね、酔いも回ってきて一人飲みなんでね、あんま深酒せずに次はねもう試食をいきたいと思います。はい、ということで1品目のね締めとして頼んだ炭水化物が届きました。こちらがね令和のナポリタン。
650円なの安くない？お好みでね、タバスコとチーズいただいたんでかけていきましょう。めっちゃいい匂いするんだけど、うまそう。いただきます。やっぱり飲みの締めの炭水化物最高ですね。こちらのメニューは見た目通りミートソースとしては少しね水分が少ないんですけれども、唐辛子等の辛味成分が入っていて、ミートソースとペペロンチーノのハイブリッドのようなお酒を飲む時用にしっかりとブラッシュアップされたパスタ料理です。ということでラストの注文した商品、焼きおにぎり到着いたしました。熱いぜ、熱いなこれ。うまっ。焼きおにぎりとしてはかなりね、味は薄めではあると思うんですけど、鰹節のね風味が効いてて、これ締めに超いい。ラストの焼きおにぎりはやっぱりうまいですね。正直酔っ払ってないと全然食べられないぐらい熱々その分味は薄めでも醤油と鰹節の香りがすごく立っているので、濃いおつまみ類の後にぴったり。皆様もぜひお腹に余裕があればご飯類で締めてみてください。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。今回はお肉から主食にお酒と何でも美味しい酒道場陣屋仲見世店さんにお邪魔いたしました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではじゃあね。